アグラベイン教はアーサー王物語に登場する円卓の騎士の一人、オークニーのロット王の息子にしてガウェイン教の弟、アーサー王の意にもあたる人物である。円卓の騎士に認じられているが、特にアグラベインを主人公にした冒険は存在しない。物語の終盤においてランスロット教の失脚を狙い、兄弟であるガウェイン教、ガヘリス教、ガレス教、 そして、イフテイのモルドレット教に、ランスロット教とクイネビア王妃の不義密通の証拠を、捕まおうと提案する。しかし、モルドレット教以外の人物はこれを拒否したため、結局モルドレット教と、その他12人の騎士と共に、ランスロット教が王妃と同勤している現場を抑える。しかし、その場を脱出しようとした、ランスロット教により、殺害される。 ランスロット教の不正を告発した勇者と称えられてもおかしくはないのだが、アグラベイン教はとかくあるものに書かれることが多い。特にマロリー版においては檻に触れて、アグラベイン教の性格、人品が癒しいと強調されており、邪悪な騎士との落印まで押されている。また、王国の崩壊について、そのすべてはアグラベイン教とモルドレッド教が原因であるとの記述まである。 また、アグラベイン教が殺害された時、兄であるガウェイン教は特に嘆く様子も見られない。もっとも、ランスロット教の人気が出る前、アーサー王伝説が形成された初期においてはそれほど、アグラベイン教の扱いは悪いものではなかった。ガウェイン教と緑の騎士においては、アグラベイン教は、片い手のアグラベインと呼ばれ、立派な騎士であると書かれている。ありがとうございます。